さて、それでは今回はポケモンスリープコダックの能力を見ていきたいと思います。まず進化の方が、コダックのレベルが25で進化になります。コダックの飴が40個。どうしてもレベルが指定されるとしんどいですね。時間がかかるので。そして現在このコダックのレベルが2になってます。レベル2の状態でお手伝い時間1時間20分50秒ごとという風になってます。そして最大所持数が8個ということで、ちょっとだけ少ないかな、2個ぐらい少ないですね。そして、メインスキル、サブスキルの方なんですが、メインスキルがエナジーチャージ S、 カビゴンのエナジーを20から800増やす。これ結構振れ幅が大きいですよね。800になる率が低いのか、これ800出たらいいんですけど、ちょっとなーっていう、200だとね。そしてレベル10でお手伝いスピード M、 お手伝い時間が 14% 短くなる。これ結構大きいなと思ってて、レベル10で M ですよね、スピード M がだいたい S とかなのに M が解放されると。そしてレベル25でお手伝いスピード S、 お手伝い時間が 7% 短くなる。普通これ反対だと思うんですけど、何かの間違いじゃないのかなと思うんですが、 M が先に来てるので、コダックはレベル10でかなり、使いやすいポケモンになってくるのかなと思います。でレベル50スキルアップレベル S、スキルレベルが1上がるということで、エナジーチャージ S がもう1段階上がってくるのかなと思います。そしてレベル75で、リサーチボーナスが睡眠リサーチでもらえる、リサ2回言うてるな、リサーチボーナスが 6% 増えるというふうになってます。で最大レベル100で木の実、それから食材の最大所持数が6個増える。で14個なのでちょっと少ないかなというところです。出会ったフィールドがシアンの砂浜、次のステージになるんですけど、僕はもうここに来るために一つ手前の動画でも話したんですが、めちゃくちゃ損をしてます。カビゴンが元に戻り、そしてお香もなくし、あんま急いで次のステージに行く必要はないのかなと思います。そしてポケモン図鑑の方、ウトウトタイプ54番になります。コダック、アヒルポケモン、いつも頭痛に悩まされているコダック、寝ている時も頭が痛いようだ、頭を抱えずにすやすやと眠るコダックの姿はとても珍しいよという風になっています。こんな感じ。これそれぞれ4枚ずつあるのかな、4枚ずつあるんですね。コダックも4枚登場すると頭痛寝になってます。一応手で頭を押さえて、コダックを取るためにこの砂浜に来たわけではないんですが、まあ他にもいろんなポケモンが登場してくれることを期待しながら進めていきたいなと思います。ということで今回はコダックの能力でした。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。